東口西口高宮駅は福岡県福岡市南区オークス3丁目にある西日本鉄道天神大牟田線の駅である。駅番号は T04 相対式ホーム2面2線を持つ高架駅。自動改札機、自動券売機設置、1階には高宮西鉄名店街、西鉄ストアが入っている。 2019年度の1日平均乗降人員は2万1252人であり、西鉄の駅としては第7位である。各年度の1日平均乗車及び乗降人員は下表の通り、近年利用客数が増加傾向にあり、2019年度に特急停車駅である西鉄2日、市駅を抜き順位を一つ上げた。南区の北部に立地し、駅周辺には、 住宅や商店が密集している。また、鈴木学園グループの高校、大学が駅周辺にあり、通学生の利用もある。駅前を県道31号線が大牟田線に並行して通っている。西口には、西鉄バスの西鉄高宮駅停留所が、東口には西鉄高宮駅東口停留所があり、二千十八年三月十七日改正時点では、 以下のバス路線が停車する。路線の詳細は、西日本鉄道ひばる自動車営業所、西日本鉄道柏原自動車営業所、西日本鉄道中川自動車営業所を参照。西鉄高宮駅停留所西鉄高宮駅、東口停留所2018年3月17日より、平洋海始島駅と平尾の間のうち、高架橋の北西側に、 欅の街路樹が並んでいる側道がある。高架化のために、旧地平時代の線路を一旦北西側の地平上に移設し、元々の地平部分に高架橋を建設したのだが、その一時設線路の用地がそのまま道路転用されたものがこの側道である。平尾駅から東駅、大橋駅を挟んで、中川の鉄橋手前までは高架化に伴って、道路再開発が完了し、 マンションビルや民家等の密集地となっており、旧地平時代の跡形をたどるのは困難である。ありがとうございます。